それではクレーンの振れ止め制御の制御シミュレーションを行っていきたいと思います。ここでは制御対象としてクレーンを考えます。台車の下に荷物がぶら下げられているような状況を考え台車を移動させます。この時荷物を揺らさないで素早く移動させることが重要になります。ここで単純に台車の目標位置に移動させるだけだと荷物が揺れ続けてしまいます。このように初期位置からスタートし 台車は目標位置に到達しますその後も荷物が揺れ続けていることがわかるかと思いますここではクレーンのモデリングを行います台車の横方向を X 紐の角度をシーターとします。台車の加速度 X2 ドットが直接制御できるものとし、シーターの周りで線形近似すれば、以下の制御対象の状態方程式が得られます。ここで紐の長さを L とし、重力加速度を G としています。これに対して、状態フィードバック U FX を作成します。このシステムは状態数が4つでありますので、フィードバックゲインは4つになります。 ここで制御対象の特性の一つとして、稼制御性について見てみたいと思います。制御対象の A 行列、B 行列がそれぞれこのような形で与えられていることから、稼制御性行列 UC は次のような形で与えられます。そしてこのランクを調べてやりますと、フルランクであって、ランクが4となります。そのため、このシステムは稼制御ということになります。稼制御であれば、任意に極配置することが可能となります。 次に制御対象の可観測性について見てみたいと思います。以降のシミュレーションでは全ての状態量が観測できるものとして状態フィードバックを直接行いますが必ずしも全ての情報をセンサーによって計測できるとは限りませんので観測出力の状況に応じてオブザーバーを組んでやる必要があります。で、オブザーバーを組むために過観測性というのが概念として必要になります。ここで仮に台車の X 座標を計測できる場合を考えます。 この時可観測性行列のランクは2でありシステムの次数が4に対して過観測性行列のランクが2であるためシステムは不可観測ということになります仮に台車の x 座標と角度 θ ーーがそれぞれ計測できる場合には c 行列は1000-0100 100という形になっており過観測性行列を改めて計算してやりますとそのランクは4となります システムの実数が4でありますので、このシステムは過観測であるという結果になります。そのため、観測出力として台車の X 座標と角度 θ ーーが計測できるような場合にはオブザーバーを組むことができます。このクレーンの触れ止めのマトロボスクリプトファイルは次のようになっています。ここでは状態フィードバック原因を求めるために極配置を用いています。 こちらが振れ止め制御を行った結果になります。実践が台車の位置、シーターが紐の角度になっています。このように5秒程度で値が収束していることがわかります。実際に初期位置から目標位置に台車が到達するまでに約5秒でこのように収束しています。 ここでは設定曲を− 3 -2, -2, − 2ス2プラス −i というふうにしておりますがこの値を変えるとそれに伴って応答波形は変わってきます最後に4つの曲配置のパターンで応答波形を比較して終わりたいと思いますまず1つ目は− 4ス3 マイナス5プラスマイナス 2i という値で、比較的極の粒の絶対値の値が大きなものとなっています。次に極配置のパターン2としては、マイナス2、マイナス3、マイナス2、プラスマイナス 3i となっています。極配置の3番は、マイナス0.3、マイナス0.3、マイナス0.2、プラスマイナス i と、比較的 実部の絶対値が小さな値となっています。そして極配置音はマイナス5、マイナス7、マイナス0.5プラスマイナス 3i となっています。それぞれの極に対する応答波形はこのようになっており、極配置によってそのそれぞれの応答波形が異なっていることが確認できるかと思います。 一番最後にこれら4つの応答波形を同時に表示して終わりたいと思います。